明日7月7日は七夕です。笹に短冊などの飾り付けを行いますが、皆さんは竹と笹の違いについて知っていますか？竹といえば見上げる高さ、笹といえば背の低いものと思いがちですが、一概にそうとも言えないようです。違いは大きさだけではなく、植物的な違いがあるといいます。まず竹は成長するにつれて、竹の子の皮部分の寒さやが落ちて、寒がツルツルしてきます。これに対し笹は成長しても寒さやは落ちずにずっと残ったままです。葉脈は竹は格子状、笹は平行に走っていて、竹は一つの節から2本の枝が出ますが、笹は3本以上出てきます。そして竹は寒冷地では育ちませんが、笹は熊笹に代表されるように寒冷地や高地でも生育できます。竹や笹は身近な植物で、一年中緑の色も鮮やかです。見かけたら観察して見分けてみるのも楽しいのではないでしょうか。今回ご紹介したトピックスは、お天気アプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルからも確認できます。